はい、皆さんこんにちは。公認実況者をさせていただいているマイチクです。今日はですね、めちゃくちゃいいのがね、やっと来ましたので、皆さんにね、ぜひご紹介したいなということで動画撮っていますが、まあ見るからに速そうなフォルムをしているこのロケットフォックス、スピーダーなわけなんですが、こちらですね、皆さんも、まあ、ゲットした方も多いかもしれませんが、これね、ほんと大化けしました。まあ、僕は普段サポーター専門ということで、まあ、なかなかスピーダーをね、使うことはないんですが、まあこのフォルムにね、ほんと惹かれてしまったわけです。こちら見ていきましょう。塗装エナジーバンプというものがね、ありますね。こちら、今出ているかと思いますが、こちらのね、イベントでゲットすることができました。これね、YouTube コミュニティでも上げたし、ツイートもしたんですが、こうなるんですね。はい。せっかくなので、レーサー非表示にして、はい、こんな感じです。いかがでしょうか？めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。レッドブルなんですね。レッドブルといえば、まあ、知ってる方はね、まあ、このロケットフォックスのフォルムからしてもね、F1 車、まあ、レッドブルレーシングですよね。ホンダとかね。あちらの F1 マシンをね、まさにね、思い起こす方がいるかもしれませんが、めちゃくちゃかっこよくないですか？これね、僕、ほんと、一目惚れしました。めちゃくちゃかっこいい。ほんとね、これ細かいところもとても僕好きで、このエアが入っていく、この機構ですね。このところのこの後ろのレースレーサーって書いてるところ、ここね、スケルトになってるんですね。こういうのたまらないですね。めちゃくちゃいい。まあ、この塗装をゲットできるイベントは6月1日だったかな。で終わってしまったわけではあるんですが、まあ僕と同じようにこの塗装をゲットした方、そして塗装をゲットしてない方もね、大注目のものがまだねあるわけなんですね。さらにこのロケットフォックスがめちゃくちゃかっこよくなる、こちら、はい、このホイールでね、これ皆さんゲットまだできます。これはね、左から4番目のこのホイールミネルバというものがありますが、これがねめちゃくちゃいいんですね。はい、使用するとサイドから見たら、まあこんな感じですね。で、これをこう見ると、はい、これね、この黒色からこのタイヤの部分赤く光るんですね。これめちゃくちゃ良くないですか？このボディの赤色とこのタイヤ、ここのね赤色がめちゃくちゃマッチして最高にかっこいい。なのでね、最近は意味なくね、まあ、このマシンね乗ったりしてますが、まあこのエナジーバンプまたはこのロケットフォックスでなくてもですね、この赤色のボディとかにはね、このミネルバでしたかね、このホイールめちゃくちゃ合うと思いますね。このイベントをですね、5月26日から6月15日ということで、まだ期間はあります。まあ僕はね、もうホイールをゲットできたので、現在このサマーバカンスというファッションをゲットしている最中ですが、まあ一番最初にこのファッションかホイールどちらか選択することができますね。もちろん皆さん参加している方がほとんどかと思いますが、そのホイールの中には3つあるわけですね。その中からこちらを選択したわけですが、一応どんなホイールがあるかご紹介しておきましょう。まずはこちらですね、このロマンティックラブというね、このハートのやつですね。そしてもう一つはこのオフロードカラーっていうやつですね。これは僕が持っていたので、これ僕自身はね選択から外しましたが、あとはこのねホイールミネルバということで、この3つから選択ができました。そして僕はまあこのねホイールミネルバを選択したというわけですね。この赤色のボディにこの赤いタイヤのラインですね、これやっぱりいいですよね。こう見ていてもね、めちゃくちゃやっぱりかっこいいですね。なのでまだゲットできてない方はね、まあ先ほどのねイベントで開催期間6月15日までですね、ゲットすることができますので、ぜひねゲットしてみてください。こちらのロケットフォックスの塗装と合わせるとこんな感じでね、とてもマッチしていいかと思いますし、またはロケットフォックスでなくてもこのホイールはね、いろいろ合わせることができるかと思います。まあそれにしてもやっぱりこのレッドブルいいですよね。まあこれはね、僕が持ってるというかエースレーサーの中で僕が一番本当好きなね塗装ですね。そしてこのレーサーのこのファッション、このミニモンスター、まあ、こちら皆さんゲットしていると思いますが、こちらの愛らしい怪獣というところで、このねログインミッションやデイリーミッション、こちらでこのね怪獣を集めると50個でしたね。50個でこの
ファッションをゲットすることができますね。で、これは、まあ、課金するとね、よくあるモーションがね、ついてます。レースをする前後でね、こういう動きをしてくれるので、ぜひ皆さんこちらはね、ゲットしてみてください。はい、ということで、早いものでシーズン2も終わってしまいますね。まあ、シーズン2は、ブロッカー天国でしたね。本当、ランドディフェンダーがあって、まあ、皆さんご存知のこのフォードとタイタンね、ありましたけど、まあ、公式ツイッターの方でもね、シーズン3に関して動画含めて少し触れられていましたが、新しいイベントが始まり次第ね、いつものように動画上げていきますので、ぜひ見ていただければ嬉しく思います。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。